松尾元検事総長と清水元最高検検事です2人はいずれも東京地検特捜部でロッキード事件の捜査にあたり意見書に賛同した他の12人の検察 OB も事件の捜査に従事した人が中心となっています定年延長の動きが出てきた背景とかですねそれからそれの抱えてる問題点とか これはあの検察の体制あるいは検察庁のあるべき姿と言いますかそういったことにまあ重大な影響を与える検察の OB としてどういうふうにこれに対して対応するかというのが大変大事だというふうな認識に至りまして意見書では伸び伸びと事件の解明に全力を傾けることができたのは検察上層部の不退転の姿勢。 国民の熱い支持と捜査への政治的介入に抑制的な政治家たちの存在だったと振り返りました。その上で、今回の法改正は、政権の意に沿わない検察の動きを封じ込め、検察の力を削ぐことを意図している。正しいことが正しく行われる国家社会でなくてはならないというふうに訴えました。